はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス機動戦士ゼータガンダムステージ6星の鼓動は愛、こちらをやっていきたいと思います。まあこれで最後ですね、ゼータのステージは。ハマーンとジャミトフの交渉は決裂し、ゼダンの門は要塞アクシズによって砕かれた。事態はハマーンの思惑通りに進んでいく。このゼダンの門の戦いにより戦力を消耗したエブーゴやティターンズを横目に、アクシズはその戦力を温存し、戦いの混乱に乗じてコロニーレーザーをその手中に収めたのである。これによりアクシズが戦いの主導権を握った。だが目まぐるしく変化する戦況に、その独占状態も長くは続かない。コロニーレーザーを渦のように取り囲み、一挙に攻め立て制圧するメールシュトローム作戦。この作戦によりコロニーレーザーはエウーゴの手に渡ることとなった。人類の可能性、新しき統治の到来、古き支配の復権、全ての思惑を飲み込みながらも最後の戦いは幕を開ける。本当に倒すべき相手は誰なのか、人類の未来はどこへと流れゆくのか、空をかけてゆくその答えの行方は。星の鼓動は愛。あれ、そういえば最終的な結末ってどうなるんだ。一応ダブルゼータへ続いていくから、カミーユの精神状態っすよね。劇場版だと別に精神崩壊起こさないからね。でも後々へダブルゼータへ続いていくとなると、テレビ版で終わるのか。ジュピトリスが動いてくれなかったって、メンテ不足だったってこと。ハマーン黄色だね。地球連邦軍もティターンズと手を切りたがっている。接近されすぎだ。
やー、あの爆発となんかよく怪我ないよな。聞こえるか、全ティターンズ艦隊、これはジャミトフ廃満閣下の遺言である。ジャミトフ総裁はハマーンカーンによって暗殺された。その目的はエウーゴと手を組んだジオンの残党どもが地球連邦政府を支配することにある。そのような事態になればティターンズは反地球連邦軍のクーデター分子として粛清される立場に陥るのである。ジャミトフ閣下の弔い合戦ではなく、もっと大きなもののために今こそ力を奮い立たせるのだ。やっぱり偉い人は演説も上手くないとダメなのかね。グリプスの射線、コロニーレーザーを撃つつもりか。さすがね、バスコーム、こういうのはよく分かっていらっしゃる。ハンブラビ隊、出るぜ。しくじるんじゃねえぞ。力こそが全てを制するんだよ。おお、艦隊はすごいね。マークシズ兵は素人だからね。やられた。ちっか。我ら勝利のためにはまずアクシズの戦力が邪魔となる。サラ、レコア、狙いはキュベレー一機だ。はっ。確かにね、キュベレーといえどもこの3機はきついよね。宇宙でさ、こういう振動なんて起こるの？そもそも。正面から叩けって言われてもさ、2機でどうしろって言うんだよ。
コロニーレーザーとして十分に機能しています。アーガムとラディッシュは固定か。君たちは軍のことを知りすぎた。外に出すわけにはいかん。行ってしまった。いつの間に侵入したんだこいつは。敵はどこだ。うわー多いねー。やっぱりあれ誰だ。マジで誰ん、こいつじゃないよな。だってブルーディスティニーヘイズルも大丈夫、スペリオールも大丈夫でしょ。ゼータプラス地上かよ。マジか。しょうがない、もうこれで行くしかない。ただサンターン経過。クワトロがハマーンを撃破。もうマジか。キュベレー対百式でしょ。めちゃきついじゃん。ジオだってさ、ハマン攻撃してくれんの。とりあえずセーブしとこう。モビルスーツの性能では完全に劣っているからね。いくらシャアとはいえね、パイロット性能もハマンと差がついてるわけじゃないからな。さすがにメガバズーカなんちゃないよね。ファンネル、ビーム軽減って何。クレイバズーカの下に とりあえず戦ってみっか。私の元に来ぬのなら排除するだけだ。戻ってこいシャア。戻らねば死ぬことになるぞ。お前の考え方では世界は変わらん。同じことの繰り返しなのだ。分からねば死ね、シャア。こちらの間合いに入ってきたか。行け、ファンネル。
うおー当たった。4700。まずいな。どっかで一回かわしたいよな。ここどうすっかな。とりあえずザンジバルは進めておいて、てか最初のターンは特にやることがないな。まあ一応みんな前進させとくか、その艦隊の動きに合わせて。え、動けねえじゃんってことはさ、こいつらどうすんのよ。自力で帰ってこないと補給できないってことじゃん。そっか、固定とか言ってたもんな。敵が来るのを待つか。そうすると基本的に3ターン経過だからね。関係あるのはこっちに来たな。シャアとハマーの戦いだけだからな。そうやってお前らは好き勝手ばかりして。てかスーパーガンダムになれないの。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。でもガンガン来るね、一旦目から。さて問題はこっち。 82% だからな。かわす確率の方が低いもんな。全然4700でしょ。一回反撃して次のターンで倒せば問題ないな。このターンはちょっとこのままにしておこう。ではザンジバルをちょっと動かして、そうゼータガンダムをねちょっと鍛えたいんで、ゼータをもう一機作ったから。あとはこのヘイゼルっていうのもね少しレベルを上げていきたいんで、5400とか弱い。シャアを出そう。オールレンジ攻撃、よし。クリティカル、クリティカルって5200か。でヘイズル回は確かフルアーマーヘイズルみたいなのもあったよね。そっちにしよう。でシャアは帰る。ここで一発ビームライフルを撃って、ジョニーライデン13レベルで帰ろう。でこっちの部隊にあとは任せるか。艦砲射撃、でヌーベルジムマジなんなのこいつ。おりゃ、まあ、ちょいちょいは当たるね。じゃあゼータのちょっとハイメガランチャーで減らすか。そこからヘイズル系がやたら多いね。ちょっと待って、ここに出して1,2,3,4,5 射程5あれば当たるから、ベスチャーはここに出して、ここから紙を乗せて登場で攻撃。
大型のビームカノン的なものがあるからこれで攻撃してみよう。そうやって命をもてあそぶ連中は許してはおけないんだ。ベスバみたいだね。バカだ。 V2 ガンダムのビクトリーまで入ってて欲しかったな本当に。じゃあガンダム4号機メガビームランチャー、いい射程だ。でビームカノンでいこう。でこれもメガビームランチャーで排除しよう。ゼータプラス、おわそうだ帰れねえんだこいつそうかそういうことか、 G ディフェンサー変えるかい、減ってるし。となるとキュベレ回復すんのかな、一応セーブしとくか。ジオは動いてこないっぽいからね。まあそりゃこいつらが潰し合ってれば動く必要もないからね。何？誰これ、痛い、何よ今のマジで。あんな狙撃してくるやつなんていたっけ。あ、ジオが来た。これで倒せる。まあ、クワトロは多分勝手に回復するからね。ハイザックカスタムが狙撃、そんなもん全くいつの間に出してきたんだ。どうしようかな、先にハマンを仕留めちゃうか、その方が今後の動きがやりやすい。動いてからハマンを仕留めるとね、ってなる誰か部隊を向かわせるときに間に合わねえってなるからね。確実にビームサーベル倒そう。戦士は生きている限り戦わねばならんのだ。私としたことが敵のペースにはめられたな。この私を跳ねのけるほどのプレッシャーとは。何？あれ？このままか。とりあえず3ターン経過するまではじゃああれなんだな。とりあえず倒せるよね。ゼータプラスの方がちょっと弱い？だろうな。ハイメガランチャーに支援を入れれば倒せるかな。
ザンジバルでよく頑張るよな。と言ってもね、戦艦はそんな頻繁に買えるほどのお金もないし、どうしようかな。ハマンで行くか。これで倒せる6000、8000、よし。でハイザックはね、倒しておかないとね、また狙撃してくるからな。リフレクタービットちょっと使ってみよう。1万倒せるかな。もう邪魔をしないで。何、まあギリではあったけど倒せるね。さすがサイゴガンダム。よし、一旦帰還しよう。で、下のやつらはな、なんとかして倒したいからな。ゼータプラスどうしよう。せっかく出したから動かそう。そうなるとまず4号機これで支援を入れて倒す。ホワイトベースも10レベル。ビームカノンと。で、ゼータプラスが動けば、狙撃の射程からは出るはずなんで、これで帰還して OK だな。で、メガビームランチャーもやっぱいいね。射程が長いからな。4号機も徐々に強くなってきたけど、やっぱりね、新しい機体がね出てくるとかなわないよね。相当レベル上げないといけないからな。で、ゼータどうしようかな。一回返そうかな、減ってるから。うわ、バウンドロック来たね。こうやって見るとめちゃくちゃ豪華だよね。シロッコにハマーンにシャーって。カミーヨ今戦艦の中にいるからね。いきなり出てきた。
コロニーレーザーはどうなんだ。 50% でもいいって。55% で OK です。なるほど、じゃあさっさと撃とう。これで 55% なの。アクシズの艦隊、あれこれ向きが戦艦の向きがかっこいいね。なんかアンノウン、こっち側か。しかもなんかごっついのが出てた。ゼクツバイ、ゼクアイン、クラブって何そうすると下と上でやっぱり分けた方がいいよね。ホワイトベースを上に向かわせるか。これはじゃあ動けんの？動けないで、ジェリーとか来るからカミーユはやっぱ出しとこう。カミーユ出して、ちょっとマーク2じゃなくてメタスを下げて、でこっちのマーク2も下げて、一旦ちょっと戦線を下げよう。よし、こうだな。おっとっとっと、もう一個あったね。え、どうすんの？また同じパターンでいいか。攻撃、反撃、一ターン待って、攻撃。で、特にジオはいないから、気にする必要もなくそのまま戦闘を繰り広げるか。69%。うん。全く同じ数値だね。まあ反撃はしておくか。力のない奴が戦場に出てくるな。連携してくるか。痛い。ほら、こう外れた。マジかよ。これ外れると痛いよな。さっきセーブしたからな。ヒットポイントはいくつかな。じゃあこのままちょっと反撃反撃反撃でいくか。ここにターン制限はないもんね。だってじゃあちょっとこのターンも待とう。でバウンドドックどうすっかな。一回カミーユでなんとかしたい気もするけど、まずはホワイトベースを上にやって、あ、艦砲射撃こいつ当たんじゃん。前期に支援させよう。
41% とかマジか。よし、まあ2発当たれば全然いいね。さてヌーベルジム3で倒せんのかな。ミサイルポット、いや支援などいらん。8800、じゃあ誰で倒そうかね。ちょっとマーク3とか全然レベル上がってないかな。よし、ユニットレベルアップ、しかも2レベルアップ。あとはまた例によってここにこいつを出して、でこいつ乗っけて、先にあれか、攻撃を仕掛けておかないとダメか。グループ攻撃でいっか。複数ロックで一緒。よし、4900当たってくれれば全然上等だな。でビームライフルと、ガンダム4号機ここら辺で、あ、指揮範囲めちゃ広いな。マスターピースレイヤーさすがに。でハイパービームライフルを支援を入れて撃つと。やっぱり指揮官向きだね。ゼータプラスってどこまで鍛えればいいんだ。当たるか、あいつにしか当たんないか。普通のゼータプラス何テストカラータイプはさ地上戦でさ、ゼータプラスは宇宙用なの。4レベルで何になるかだな。これも気になるよな。進めないっていうのがな、ちょっと痛いよな本当に。フルアーマーガンダムマーク3なんてあるんだ。いろんなのあるね。ハイパービームライフルでビームキャノンと、とうとうファイナルになってしまった。ってことはウィブクロも出すか。全然活躍してないなこいつ。アムロだな。まあ、ガザシーはね大したことないよね。チームワーク、ここら辺のやつあんまり気にしたことなかったな。チームワークとかさ、でこのバウンドダックなんだよね問題は。さてどうするか。エマって別に死んでもあれだよねここで死ぬかどうかは分からないけど、8000とか、こうも違うのか。強いねやっぱり。サイココントロールシステムなんてついてんだバウンドドックに。どうだ神優見つけたぞ。ジェリドか、貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。俺がこの手で殺してやる。
そうしたら戦わずに済むだろう。邪魔されるわけにはいかない。ギリ倒せないか。力のないものは死あるのみだ。だが次が耐えられる。下のハイザックに狙撃されたら耐えられないな。動いて狙撃ってできるよね。やっぱり厄介だな。では どうしようかね。ザンジバルをちょっとこっちの方に持っていくだけ持ってって、確実に届かないは届かないんだよな。よし、これでハイメガランチャーを撃って倒せないか。ハマン、これでなんとかしのげるでしょう。一応セーブしとこう。バウンドドッグも火力はあるね。まあマーク2狙われたらやられるんだけどね。このバージョンに対しては反撃をしよう。エマ注意、回避できるか。やられた。おお、死んだ。エマさんが エマ注意がやられてしまった。バウンドドッグにやられるか。ヤザンが来る前にやられてしまったけど。これは回避して、ガザ C を持ってるね。さてさてさて、こっちのキュベレーだよ。よし、とりあえず当たった。なんかのアビリティがね、確かにあったんだよな。ターンの開始時にヒットポイントが回復する的な。これもう一ターンだな。そうすると、まあ、バウンドロックはさすがに神湯で仕留めるか。そうやすやすとやられるわけにはいかない。あの後ウェイブライダーでさ、去ってくれたらかっこよかったのにね。ってことはこれラーディッシュとか落とされてもいいのかな。守るべき人がいなくなったぞ。偏見、偏見生き残るか。リフレクタービット、というかあれだな、ちょっと戦艦の人たちももうちょっとレベルを上げたい。
よし、で、こいつどうすっかな、いけねえな、なかなか。一旦下げるか。で、真ん中の方に行って、艦砲射撃で、減らすか。で、あとはゼータガンダム。超強気リガ髄か絶痛か、そうかそうか、あったね。ちょっとさ、あれ使ってみよう、巨大ビームサーベル。こうなったら全力で行くだけだ。捕らえた。ここからいなくなれー。あまり俺を怒らせるなよ。倒せればテンション下がんないかな。よし、むしろ上がった。じゃあちょっと一旦下げよう。あのバージョンは一旦無視して、神湯がな、減ってっからな。神湯は死んだらダメだね。パワー死んでも大丈夫だね。ヤンさんどうすっかな。ちょっと一旦帰還しよう。でエンドラはこのモビルスーツを出さないといけないからな。こっちのエンドラを倒そう。戦艦で攻撃をするか。そうするとそこからゼータはもう一回上げたいね。やっぱりキャラクターのレベルアップか。必殺で、こいつらもちょっと邪魔だから取れるやつは取ろう。グワンバンは何にも乗せてない。いや、こいつらで行こう。グワンバンもちょっとじゃあゼータで倒すか。よし、これであとはシャアの方の攻撃が当たって次のターンでキベレを倒すと。このバーザムは適当でいいか。オーリア来たー。オラオラ、ぼやぼやしてっと落ちちまうぞ。いやー強いね落ちるマジでまずいな、マジでまずいな。おりゃー、左のエンドラはヌーベルジンで倒そう。よし、これでビームライフルでいいでしょう。確率の高い方でいこう。4300、うん、さっさと浜を倒そう。まずはクシキでよくやる。
戦士は生きている限り戦わねばならんのだ。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。これほどの力があるというのか。まあこっちもボロボロだけどね。バルカンでバチ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 ってやるシーンなかったね。これだけだとただシャアがやられただけに見える。じゃあ地下あれいなくなった。コロニーレーザーにやられたもしやコロニーレーザーによっていなくなってしまって、よかった。回収できるやつ回収しといてよかったなこいつらか。あとはカミーを派遣するか。一応全回復はしてるからね。エマ中尉はもうすでにいなくなっちゃってるからね残念ながら。そうするとどうやって倒すかだな。バーザムをまず倒そう。ハマンだな。6レベルで、そこからヘイズル回を出すか。ヘイズル回ってそんな強くないかな。なんか指揮範囲のやつの命中率が上がるみたいなのってなかったっけ。はないな。リターンばっかだな。そうするとやっぱ軽くなるやついくか。サイフォーガンダムリフレクタービットビームガン。何ハンブラビガン。ダンキル。300か。サイコガンダムマーク2は。スキル指定した味方によると最終命中率 100%。 これ使おう。でリフレクタービット。しまった。
うわー、ラムサース次はお前だ。あれ、ミス中率、そうか、1回だけ 100% になるの。外れた。マイヤーゼータガンダムで倒そう、普通に。こいつこっからだと攻撃できないんだ。ここら辺だな。あ、巨大ビームサーベって1から4あるじゃん。いいね。さらばヤザン。まあヤザンは死なないからね、ここでは。まあちょっと戦艦もやばいんで、ここで待機しておくか。まだいっぱいいるね、中にも乗ってるしな。サラミスとかアレキサンドリアはもう乗ってるね。バーザムも乗ってんのか。一旦ちょっとホワイトベース進めて、グループ攻撃とか入る？あ、入る。レコアさん先に倒そう。これくらいで私が止められるとでも思って？ヌーベルジム、どうしようかな。クイックモーションとか、まあいいや、もう少し戦闘になってから使おうか。ミサイルポット、カツどこにいんだっけ。あ、カツはいるわ。カツは別に死んでも大丈夫系だと思うから、大丈夫だな、誰も知らないよな。一応ここに移動させておくか。ゼータ狙ってきてんね。シロッコ、目の前の現実も見れない男が。さかしいだけの子供が何を言う。さかしくて悪いか。戦いは力だけでは勝てないのだよ。証拠にもなく貴様のようなものがいるから戦いは終わらないんだ。くらえ。鬱陶しい。いや、そう考えるとやっぱゼータ強えな。じゃあどうしようかな。とりあえずスキルセルフライフリカバーを買おう。ジオは神湯に任せよう。一ターン 100% になるってやつやっぱ使おう。ん？入ってるよね、指揮範囲に。あんま使ってなかったからね、こういうスキル自体。いいね。貴様だけは許せない。いつも傍観者で人をもてあそぶだけの人間なんて。私にはそういう資格がある。その傲慢は人を家畜にすることだ。人を道具にして。
友がほざくか。抵抗すれば無駄死にするだけだってなんでわからないんだ。この程度、常に世の中を動かしてきたのは一握りの天才だ。遅い。いいね。じゃあどうせやからカツ君にも使ってあげるか。じゃあアムロで一回切っていくか。感じる。ここね。急戦とか。ロングライフルはもう少し行かないとダメか。サラ、なんでまた僕の前へ出てきたんだ。そんなに白っ子がいいのか。そうよ、だから邪魔しないで。私は先に白っ子に出会ったのよ。そんなことが理由になるのか。先とか後の方が問題なんだ。僕を甘く見るなよ。あとはカツ君は浮遊している岩に気をつけてくれれば生き残れるよ。一回帰るか。ヒットポイント回復ではないんだよね、ここ。ガルバルディを倒すか、じゃあ。シャアの舞台を出そう。何？そうかそうかそうか、指揮範囲を気にしないといけないかな。こうね。もう届かない。ララを出すか。ララ今回全然戦ってねえな。オールレンジ攻撃か。で、この艦隊の部隊が出てくるはずなんで、ザンジバルはどうしようかな。もう少し真ん中に行こう。グループ攻撃とか当たるね。それはいいか。データガンダムに来たな。生の感情をむき出しで戦うなど不愉快なのだよ。食らえ。何をやってんだ。僕はこれ以上抵抗するのなら容赦はしない。この程度。まだ生きてるか。290。2700。まあ大丈夫だよね、ザンジバル。いや、ちょ、怖えな、でも。50% だと 10% しか減ないんだ、回避しても。アレキサンドリアは攻撃をしておこう。4600か。結構食らったな。これはもう、回避だな、こいつらは。特に攻撃する意味はないから。ロンバルティア一応回避しとこう。
サラミ使い、もともと反撃はできないか。回避で超強気になったな。じゃあカミーユだな。特にないからこのまま倒しちゃおう。まあ、ビームサーベルでいいよね。サイコプレッシャー使ってくる向こう。属人がゼータ落ちろ。よく見てカミーユ。エマさん死んじゃったかな。何シラカ。お前だけは許さない。俺の命に変えても体に変えても。それでいいのよカミーユ。みんながあなたの力になるわ。俺の体をみんなに貸すぞカミーユ。私の命を捨てて。シロコを倒すのよ。あんな奴に負けないでカミーユ。ゼータがどうしたんだ。私の知らない新兵器か。わかるまい。戦争を手段にしているシロッコにはこの僕を通して出ている力が。力だと。カミーユはその力を表現できるマシンに乗ってるんだよ。女の声。うわあ。憤りを捨てれば人は分かり合えるのに。この程度。ギロ、なぜ動かん。女たちのところへ戻るんだ。女だと。シロッコ、やってしまったの。でもこれで終わったんだな。いなくなった。宇宙をかける。心にいろんな人たちが。勝つも生き残ってんね。さて、まずアレキサンドリアだな。例によって試作2号機を出すか。戦艦スイーパーだかんな。オラ。潔い。なかなかエネルギーたまんないね。戦艦の排除はお任せ。ちょっと待って、近すぎる。で、ちょっとこいつら取っとかないといけないから。帰還させて。一応なんか全員モビルスーツが出てくる位置にいよう。ヘイズル。
ンドロイドもだいぶレベル上がってきたな。こいつもでも200はないのか。まあここら辺にいよう。ハマーンの部隊はちょっと全員出すか。出れるとこはないんだけど。よし、こっちや。マラサイ 50% か。3600、それなりに食らうね。ん、このサラミスは反撃していいか、ビームガンで。痛い痛い痛い。この毒すぎやもん。倒さないよね。さすがに普通に攻撃する分には倒さないよね。対大型17000。めちゃくちゃ強いな。やっぱりモビルアーマーやっぱ強いよな。まあ、弱いモビルアーマーもいるけどさ。じゃあこのサラミスキューペレってどうなんだっけ。これもプル専用にすればいいからレベル上げなくていいでしょ。こいつだよな、やっぱり。1万5000当たる火力が出せんのか。一応経験値ブーストをかけておこう。でハマーンが1回ビームガンでピンポイントじゃダメだピンポイントと倒す恐れがあるからな。で攻撃すればいいんだ。よし。で、ビームライフル。で、3レベル。ヘイズルラー。4レベルにしとくか。じゃあロンバルディアも倒そう。そうするとスキルでもう一回ちょっと経験値ブーストかけよう。でマーク2で拡散メガビーム砲、これを普通に打ち込んで、あれ1万とかだったら当たるんだっけ。ビームライフルここか。結構ギリだな一気に5レベルになったな。敷地は低いね、アネロゼ。やっぱりヘイズル、アウスラもう分からん、何が何だか。どこすぎや。18000。アナベルガトに任せるか。18000ピンポイントでやれば普通に当たるよね。やっぱりガトーはガトーでね、レベルを上げておきたいんだよね、ガトー本人の。志すら持たぬ輩に止められると思うな。我らの大義の邪魔立てをする者は排除するのみ。何発かくぶっ放してんだよこいつ索敵艦、警戒が甘いぞ。まさか。お、試作2号機もようやく攻撃力が200いったな。
さてではサルベージをしますか。おい、残ったのはお前だけだ。あれ、モービルスーツがみんないなくなったってなるよね、これだけだと。じゃあシャアと、あ、いや、ゼータガンダムしようかな。ゼータどういう状況なんだっけ。あー、でももう一応全部あれになるのか。じゃあシャアでいいや。シャアのウーゼンジ攻撃で支援をかけて、倒そう。まあ、経験値だけもらえればいいんで。エウーゴとティターンズ、そしてアクシズ、グリプス中域を舞台にした三つどもえの戦いもついにその決着を迎えた。コロニーレーザーの照射によって壊滅状態となったティターンズにはもはや戦いを続ける力はなく、アクシズもまた戦力浪費の愚を見極め、いち早く戦線より離脱した。これによるエウーゴの勝利だが、果たして本当の勝利と呼べるのか。戦いの中で散った多くの命、この戦争で払った血の代償はあまりにも大きく、また深刻なものであった。だがカミーユ、怪我してないわね。ファーも大丈夫なんだね。ああ、うん、カミーユ大丈夫なのね。手も足もあるのよね。ああ、大丈夫だよ。ファーこそ大丈夫かい？なんだ？何を言っているんだ？ゼータとメタスの生存を確認です。おお、無事でいてくれたか。二人の音声をモニターできます。聞きますか？何を言い合っているのか分かっている。誰が子供のザレ言を聞けるか。だけは幻覚でもなければ意識だけの存在でもない。こうやって抱くことができるんだから。カミーユだって私が抱けるから嬉しいのよ。人の未来、可能性、そして愛、失ったもの以上に大きなものを彼らは得た。それは誰からもたらされたものでもない。紛れもなく自分たちで掴み取った勝利の証、何者にも代え難い報酬なのであろう。今はただ星の鼓動が二人の愛だけを包み込んでいた。グアンバンとドゴスギア、シロッコとファ、アーガモのクルーとかはどうなんだ、いつ使えるようになるんだ。とりあえずこのゼータガンダムを Z2 で進めていくか。ここら辺は特にっていう感じだからな。でキュベレーはプル専用機にして、このヘイズル回はこっちにしよう。ヘイズル、アウスラ、あ、サイコガンダムは一旦マーク2で終わりだな。特に他は作ってあるし。今回ヌーベルジムが全然活躍しなかったな。ジム2とかになっていくのか。マーク3、ああそうだね、4レベルまであるのか。でゼータプラスもどうしようかな。
まあ、4レベルまでちょっと上げるか。で、降格。これちょっと取っておくでしょ。ガザ C も一応取っておこう。あれ、ガルバルディベータっていたっけ。バーザム取っておこう。まあ、こんなもんか。解体。で、設計をして、特に何にもなしと。はい、というところで、では機動戦士ゼータガンダムはこれで終了となりましたので、次回はダブルゼータですね、やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、フォローしていただければ幸いです。